はい、こんにちは、116インズです。さて、開幕まで1ヶ月を切りましたが、今回は昨年もやりました順位予想の方をやっていきたいなと思っております。昨年は6地区で動画を作りましたが、今回はリーグ別に2本の動画とする予定です。今回はAL の順位予想となります。昨年順位予想を始めた段階では、まさかコロナがここまで深刻な影響を及ぼすとは思わず、 MLB のシーズンも60試合に短縮されるなど波乱の1年となりましたが、結果は一番強いと言われていたドジャースが世界一となりましたね。今年は今のところは通常通りの162試合のシーズンを行う予定となっていますが、まあこれも正直コロナの感染状況次第ではどうなるか、まだ何とも言えないところかと思っております。昨年は162試合を前提に予想したこともあって、シーズンが60試合に短縮された結果、振れ幅が大きくなってしまい、あまり当たったとは言い難い予想となってしまい、まあ、BGM もこんな感じでちょっと予想が的中しそうもない雰囲気満載ですけれども、今年は一応ちゃんと考えてしっかりと当てていきたいなと思っております。なお昨年もそうでしたが、今回の予想も完全に私の勘を頼ったものなので、その点はご容赦ください。それでは早速予想の方を見ていきましょう。はい、まずはAL東地区から見ていきましょう。昨年の順位はご覧の通りとなりまして、地区優勝がリーグ最高勝率も記録したレイズ、そして2位以下がヤンキース、ブルージェイズ、オリオールズ、そしてレッドソックスとなりました。レイズ、ヤンキースの2強という構図はまあ大方の予想通りでしたが、プレーオフ拡大の恩恵も受け、ブルージェイズも久々にポストシーズンに駒を進めましたね。で、私の予想がこちらの通りとなります。優勝は今年もレイズ、そして2位以下がブルージェイズ、ヤンキース、レッドソックス、オリオールズとなります。レイズはこのオフエースのブレイクスネルをトレードし、また先発陣を支えたチャーリー・モートンも退団してしまいましたが、なんだかんだ昨年リーグ最高勝率のチームはバカにできないと思っていまして、ワンダー・フランコらトッププロスペクトたちの昇格も見込まれることから、引き続きこの地区ではかなり有利な立ち位置にあるのかなと思っています。で、2位がブルージェイズですが、こちらはオフに大型補強に動きまして、FA の目玉であるジョージ・スプリンガーを獲得したりと、積極的な動きが見られました。投手陣の不安は依然として残りますが、昨年と比べて間違いなくチーム力は強化されたかなと思っています。で、今回3位にヤンキースを置きましたが、正直このチームはかなり振れ幅が大きそうだなと思っていまして、野手陣に怪我がちな選手が多いことに加えて、このオフはコーリー・クルーバー、そしてジェームソン・タイヨンと先発の補強についてもまた怪我がちな選手を連れてきましたので、ちょっと怪我のリスクが高いメンバーであることが怖いなと思っていまして、全員が健康に稼働すれば優勝も狙えそうなメンバーではあるんですけれども、あまり高望みしない方が良さそうな気がしています。個人的にはブルージェイズとヤンキースどちらを2位に置くかは最後まで迷いましたが、毎年ヤンキースが怪我に苦しんでいる状況を考えますと、チームの思惑通りにはいかないんじゃないかと思いまして、今回2位にブルージェイズ、そして3位ヤンキースとしました。で、4位以下レッドソックス、オリオールズが沈む構図はおそらく昨年と変わらないと予想しています。ただレッドソックスはこのオフ一応ベテラン選手を何人か補強していますので、まあ、昨年ほどひどいことにはならないと思っていますが、こちらはどうなるでしょうか。はい、続いてはAL中地区です。昨年の順位はご覧の通りで、優勝が2年連続でツインズ、そして2位以下がインディアンス、ホワイトソックス、ロイヤルズ、タイガースという並びでした。昨年の中地区は上位3チームが終盤まで優勝争いを繰り広げ、最後にツインズが抜け出した形となりましたね。で、私の予想がこちらの通りとなりまして、優勝がホワイトソックス、2位がツインズ、3位ロイヤルズ、そして4位以下インディアンス、タイガースの順です。個人的にはホワイトソックスに昨年逃した優勝をぜひ掴んでほしいと思っていまして、昨年はシーズン終盤に不調の波が来てしまって、まあ、それが優勝を逃す要因となってしまいましたが、勢いのある若手選手たちに加え、このオフは絶対的守護神であるリアム・ヘンドリクス、さらには安定感抜群のランス・リーンも獲得するなど、チーム力強化に出ましたので、非常に楽しみなチームとなっています。ただ昨年優勝のツインズも引き続き強いと思っていまして、昨年はなかなか苦しいシーズンとなってしまいましたが、自慢の打線が復活すればかなり脅威ですし、ホワイトソックスと今季も終盤までバチバチの優勝争いに期待したいです。で、3位ロイヤルズについてはかなり希望込みです。プレーオフにはまだ届かないとは思っているんですけれども、このオフはマイク・マイナー、カルロス・サンタナ、そしてトレードではアンドリュー・ベニテンディを獲得する動きに出まして、意外と侮れない布陣となっています。特にサンタナ・ベニテンディが加わった打線は結構いい選手たちが揃っていますので、打線が期待通りチームを牽引することができれば、地区の中で結構いいところまでいけるんじゃないかと、個人的にはダークホースとしてロイヤルズには期待しているところですね。で、4位は今回インディアンスとしました。まあ、インディアンスについては昨年も厳
MVP と予想したら、サイヤング賞右腕に成長したシェーン・ビーバーらの活躍もあり、普通に強かったわけですが、今季はこのメンバーからさらにフランシスコ・リンドアとカルロス・カラスコが抜けてしまいましたので、今度こそ厳しいのではないかと思っています。ただ去年のこともありますので、インディアンスがどうなるかは本当に始まってみないと読めませんので、また我々の予想をいい意味で裏切ってくるのかは注目して見ていきたいところですね。そして最下位タイガースは引き続き再建の方を頑張っていきましょう。ケイシー・マイズなどトッププロスペクトたちが徐々に MLB に来始めているので、若手選手たちが期待通りの成長を見せれば、近いうちに結構面白いチームになりそうかと思っております。はい、そして最後にして最もどうなるのかがわからないのがAL西地区ですね。昨年の順位がこちらの通りで、優勝がアスレチックス、そして2位以下がアストロズ、マリナーズ、エンゼルス、レンジャースとなりました。ここ何年かの西地区はアストロズが強い状態が続いていましたが、まあ皆さんご存知の通りいろいろあったこともあってか、シーズンではちょっと精彩を欠きまして、昨年の西地区はアスレチックス一強状態でしたね。で、私の予想はこちらの通りとなりますが、優勝はアスレチックス、2位以下がマリナーズ、アストロズ、エンゼルス、そしてレンジャーズとしました。ただ正直今季の西地区は明確に強いチームが一つもありませんので、良くも悪くも全く展開が読めません。その中でも主力の流出があったとはいえ、アスレチックスがやや有利な立ち位置にいるのかなと思っていまして、ヘンドリックスの穴についても先日トレバー・ローゼンタールで埋めましたし、打線も昨年のセミエンレベルであればとりあえずなんとかなるのかなと思っています。ただ以前動画にしましたが、アスレチックスに関しては本当にお金がないようですので、下手したら今年がマット・チャップマン、マット・オルソンが一緒にプレーする最後の年になりかねませんので、地区優勝だけでなくどうにかプレーオフで結果を残したいですね。そして2位は超希望的観測およびファン補正をかけてマリナーズを入れました。今季プレーオフに届くとは正直思っていませんが、オールスター外野手のミッチ・ハニガー、そして正捕手のトム・マーフィーの復帰は結構大きいと思っていまして、さらに投手陣もパクストン、モンテロの加入で昨年よりもだいぶ見栄えも良くなりました。ここに加えてトッププロスペクトであるケレニック、ギルバートの昇格も見込まれていますので、若手が昨年以上の活躍を見せれば意外と面白いところまでいけるのではないかと期待しているところです。まあ開幕前ぐらいはポジりましょう。サインはアストロズとしましたが、まあ普通に考えてまだまだ2位ぐらいの力はあるかなと思っています。スプリンガーの穴は思いのほか痛いと思いますが、予想に反してブラントリーを残してきましたので、アストロズについては今季もまだまだ戦う姿勢のようですね。昨年は若手主体の投手陣を試して、それがプレーオフで結構成果を残したりもしましたので、スプリンガーが抜けたとはいえまだまだアストロズは侮れないチームかと思っております。4位はエンゼルスですが、上位に入れた3チームと大きな差は全くないと思っています。相変わらずローテーションは怪我のリスクの塊みたいなところがありますが、しれっとこのオフホセ・キンタナ、さらにはアレックス・カップを加えたのは結構うまいなと思いましたね。打線についてもトラウト、レンドーンの中軸がしっかりしていて、ここに大谷選手が復活すれば普通にいやらしい打線ですよね。またファーストのジャレット・ウォルシュのブレイクにも個人的には期待しているところです。一応1位から4位まではこういう並びにはしましたが、本当に僅差の争いになるんじゃないかと思っていますので、最終的にどこが抜け出してきても個人的には全く驚きはないかなと思っています。ただその混戦西地区の中で、まあほぼ間違いなく最下位だろうと思っているのがレンジャーズで、チームとしては再建真っ只中ですので、今年は耐え忍ぶ1年となりますが、ただドラフトでは全体2位指名を持っていますので、バンダービルト大学のクマーロッカーかジャックライターのどちらかをおそらく獲得できますので、まずはそちらの方を楽しみにしましょう。ということで、ここまでALの順位予想を行ってきました。昨年のALについては順位を2球団しか的中できなかったので、今季は当てるためにあえてダークホース的なチームを少し上に持ってきました。これがしっかり的中となるためにも、特にブルージェイズ、ロイヤルズ、マリナーズの3球団には頑張ってほしいと思っております。マリナーズ本当頼むぞ。今季も地区の上位争いは結構面白そうな予感がしますし、西地区なんかは久々にはちゃめちゃな展開になりそうなので、今から今季の戦いが楽しみです。今回は私の順位予想でしたが、皆さんの順位予想についてもぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上となります。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。